ではお宿ツアーを始めたいと思います。お願いします。まずこの部屋はですね、キッチンダイニングルームです。とてもとても広いです。こんな感じ。ここは Airbnb で検索していろいろ探した中で見つけたお宿なのですが、高校のこのキッチンのこの素敵な感じがすごい私的には決め手となって、この場所を選びました。このとにかくお料理をするのがすごく楽しそうな広々としたキッチンと、あとこのダイニングテーブルとかも全部このアンティークな感じで揃えてあるのがすごく素敵だなと思って、やっぱり Airbnb の宿とかってね、普通に IKEA のものとかそういうのがすごい多いけど、ここはそういう感じでなくて本当に素敵に暮らせる感じだなと思ったのがいいなと思って選びました。で、椅子もね、なんかこんなこううちにあるのにちょっと似てるけど、こんな感じでね、素敵な椅子が。で、例えばこの壁にある作り付けの棚とかにもやっぱりこのアンティークのこういうね、夜間の銅のやつとか、これはすごい素敵だよね。で、この花リムの素敵なお皿もやっぱりアンティークと思われます。かわいい。で、こっちもね、この暖炉もまたすごい素敵で、多分だから冬来てもすごいここで火をパチパチっとしながらご飯を食べたりなんかしたら素敵だなと思うわけですが、ちゃんと使えるやつだね、これね。で、その暖炉の上にもこんな感じで飾り皿が配してあって、こういう風に飾り皿を使うのね、きっとキッチンにこうやって使うと可愛いですね、きっとね。そうね。で、このほらイノシシの顔がついた大きいペンギン型もアンティークと思われます。どう見てもこれはね、確かサルムミンナだった気がするぞ。ほら、あ、ちょっと、あ、そう、テールヤセルサルムミンナとかでしょ。本当、見える、ここ、本当見える見える、はいはい、ね、すごい、うん、素敵じゃない。素敵。こういうものがあっちこっちにあるのもね、素敵なんですよ。こっちもほら、かわいいでしょ、この。それかわいくてすごい。これなんか、デザートをカラカラカラって持ってくるみたいなやつだよね、きっと。あ、なるほどね。チーズとか。あー、はいはいはい、なるほど。ふーさんが一人で持ってきてくれてもいいんだ、チーズ。俺、そういう意味かな。はい。で、こんなほら、トレイとかもあったりして。うん、これもきっと古いものな気がするぞ。かわいいよね。うん、かわいい。いろいろね、かわいいんですよ。うん。当然お家なので窓もね、いっぱいあって明るくて気持ちが良いんですね。お花もね、飾ってみたりして、っていうか最初来た時にお花飾ってあったの、お庭のお花が素敵だなと思って、うん、素敵だね、うん、で、キッチンコーナーがこちら、アイランドキッチンになっているから私が皆さんと一緒に話すこともできます。誰誰ご飯をこうやって作りながら、あ、そうですね、そうなんですとかができるわけですね、うん、まあ、ツーさんしかいないんだけど。で、ここの中にはお皿がね、いろいろ入っていて、ほら見て、こんなにいろいろあってね。トラちゃん、トラちゃんご飯じゃないからね。でね、これとかお皿とかもみんなね、ほらアンティークのお皿なの、アンティークとかブロカントのお皿なの、うん、かわいいよね、うん、かわいい。で、ピンクのね、お皿ってなんか最初はピンクと思ったけど、使ってみるとね、使いやすいね。これはイタリアの皿だった。へー。あとね、ミレロイボッホもあったよ、うんうん、ピンクね、ピンクでもいろんなブランドがある。これはミレロイボッホ、ほら、本当だ、ね、うん、そう、すごいお料理してもね、割と見栄えが良くてね、良いわけです。ほら、こんなラビエとかもあるよ。あ、本当だね、ラビエ使ってなかったね、今まで。ほら、ティゴワン、うん、なんか使うようなメニューを作ってないね、まだね。で、こっちにはグラス類とかがいっぱいあって、うん、
なんか私このね、このデュラレックスがグリーンとか赤とか青なのがすごいちょっと結構気に入った。可愛くない？多いよね。なんか透明なものしか知らなかったけど、こんないろんなやつがあるんだなと思って、すごい綺麗だなと思って。うちにあってもいいんじゃない？もちろん他のキッチン道具は全部揃っていて、4口コンロがあって、でここにもほらこのキッチンツールがいっぱいあるんだけど、これってあのコルニション入れの大きいやつじゃない？こういうのに入ってるのとかも可愛いなと思って、でオーブンもすごい大きいから、こんなだからピザも焼けるでしょ？で、なんかね、ここのオーナーさん、多分猫が好きみたいで、猫グッズがあちこちに、こことか、あそこにもなんかあるんだよ、ほら。あ、本当だ。ちょっとおかしいでしょ。たまにパッて見ると怖いんだけどさ。で、今は鳥の骨を煮込んでいます。どこに来ても変わらない。どこに来ても骨を煮込んでいます。ここにもほら、猫がいるよ。パリからね、1時間半ぐらいで来れる、すごい近くて楽な場所だったから、まあ、車で来たわけですが、車なのでうちのシソを1個持ってきた。もし万が一うちのシソが全部こう水が切れて死んじゃっても、このシソだけは助かるでしょ。そうね、そして食べられるしね。そうそう。で、これもね、なんかうちにあった、ミントとバジル、根っこも入ってきたから、捨てていくのもかわいそうと思ってこれも持ってきた。でも使ってる子は便利でしょ、いろいろね、こうっていう感じで。このお家はね、そしてね、鳥も好きみたい、ほら見て、鳥コレクションが、このテリーヌコレクションがかわいくない？かわいい。これもみんなアンティークだよね、かわいいなと思って。こんな人もいれば、これはどこだ？あ、これはね、ポルトガルのものなんだって。へぇー。おっ、はい。で、この人は、よいしょ。わかんない。で、ガラスもいるでしょ、ガラスバージョンもあったりして。で、ほら、飾り皿もほら、こんな鳥も描いたり。これとこれは、お揃いだね。あ、本当だ、そうだね。うん。で、これもなんかちょっとさ、悪弱の羽っぽいじゃない？そうね、一貫性があるね。うん、そうなんでね、冷蔵庫もほら、ミーレ、すごいいいやつですよ、これは。いい冷蔵庫、ミーレ。あ、ミーレ。これはうちで買った鶏をさばくハサミ、4ユーロ。とにかくキッチンバサミは必要ですね、はい。で、中はね、でも中は別に大したことがないんですよ。こんな、うち、そう、メロンも買ったし、うちから持ってきた自家製マヨネーズとか、もったいないじゃない、だって。そうね。うん、とか、あとほら、自家製パプリカのマリネ漬けとかももったいないから持ってきたし、スイカの皮の漬物も持ってきた。何でも持ってきた。っていう感じですね。で、こっちの壁も可愛くてですね、ここの壁の作り棚にも、やかん？違う、ポットや。これがやかんじゃないわ。ポットとかもあったり。やかん？やかんじゃないよね。そう、これもアンティーク。そうなの。なんかこのね、色使いもすごい素敵で、壁はほら、このグレイッシュピンクなのに、ここはブルーグレイっていう、この色使いも素敵だなと思って、明るく見えるしね、白い壁とか入れると可愛いなと思って、フランス人はこういう色使いが上手よね、で、ここがまたアンティークの戸棚でも、これもちゃんとアンティークだけど、中にこんな感じで、ほら、ランチョンマットとかテーブルクロスとかそういうのが入ってるから、ちゃんと実用になっていて、私たちも使っております。あとこのさ、この電気も素敵だなと思って。そうね、素敵だね、うん、このちょっとラスティックな感じが、このお家のこのさ、あの梁とかになってるじゃん。そうなんだよね、うん、
かなかこういうのはね、ここをシャンデリアにはしないところがすごい変装感じるよね、うんうん、そう思う、ね、本当に思ってるの思ってるよっていう感じでキッチンダイニングでした。じゃあ次行きます。はい、はい、次ここはなんか本当は机があったらしいのですが、はい、ワーキングデスク、うん、なんか壊れちゃったから今修理に出しているということで。あ、なるほどね。そうそう、まあ、でも確かにこう仕事部屋的にちょうどいいよね。まあ現状うちの猫のなんかトイレみたいになってるけどそう、ね、そう、でなんかねやっぱこういう絵とかもほらなんかこうちゃんと、ね、これ素敵よね。俺結構好き、うん、ツーさん好きそう、うん、こっちも馬、うん、同じところ同じ作者が同じなんじゃないかな。同じサインだったこれ、まあ、同じサインっぽいな、うん、そう、あとこの棚とかも素敵よね。これもね意外にそんなにす、まあでもちょっとうちの比べてやっぱり結構厚みがあるよね。あんな薄いじゃないよ。そっか、なかなかないよ。でもほら綺麗だよね、うん、こうやってね、この中に何も入っていないけれど素敵に置いてあります。地球儀も古い、どう見ても古い、うん、なんかこういう古いものがいろいろあるのがすごい素敵だなと思って、うん、なんかなかなかね置いとけないじゃない、こう人に貸すお家に行って、うんうん、はい、では次に行きましょう。ここがサロン、うん、ここにものすごい巨大なタンスがあります。すごくない？これどうやって入れたんだろうっていうぐらい天井に見ちゃいっぱいなんだけど、確かにみちみちだね。これどうやって入れたんだろう。先にあったんじゃない、家の間これが。どういうことそれここはねちょっと開かないから何が入ってるか分かんないけど、多分オーナーさんのものが入っていて、でここもほらこんな机もあるのね、うん、素敵だね。そう、まあこれも開かない。あ、これも開かない、ね、そうなの。なんか模様とかもすごく素敵で、うん、でもさ別にこう広いからさこういうものが置いてあってもさ別に素敵だし、うん、なんなら使う必要もないから、あら素敵ってなっていいよね。そう、広さって正義だわ、うん、広さは正義。このソファーとかも私割とこの色使い好きだね、うん、この紫だしね、うん、そうそう、このなんか王様ルイ14世みたいな椅子違うけどがあって、ここにこうバーンって座れるでしょ、うん、でここのね、ほら大理石トップになっているというまたゴージャスな戸棚とかがあったりしてかわいい。この、うん、買おうって思ったことがないからわかんないけど、まあそうね、すごいよね。ちょっと選択肢に入らないね、これね、うん、でもすごいで終わっちゃうよ、多分ね。でもこういうお家だとすごいしっくりと馴染んでいるよね、うん、素敵。で、こんなほら素敵なベネチアングラス的な瓶もあり、赤ちゃんもいる。で、ほらこっちもまた暖炉がすごいドーンとした。ここも使ってんのかな。使うよね、これきっとね。うん。なんかね、このね、あのイースターの卵みたいな可愛いの、またほらいろんな可愛くない？うん。ここね、一本、こっちにも、うん、このカーテンもまたこの部屋に合ってるよね、うん、このまたこれも絶対自分では選ぼうと思わない、この金に花の刺繍っていうすごいカーテンなんだけど、うん、でもこう、全体的に合っている。そうね、やっぱだから自分の趣味で合わせていくと結局最終的に合うんだね、うん、っていう感じだね、素敵やね、うん。はい、では次に行きますよ。はい、でここは実質玄関であります、うん、広いです、玄関。ここが一番 Wi-Fi がつながるから私はいつもここで仕事をしています。 Wi-Fi の横で仕事をする。そう、でもさ、このさ、布とかもなんかいちいち可愛いわけ。可愛くて素敵じゃないこの布、うん、私もこの布欲しい。で、これもほら、なんかアペリティフ棚みたいなのがある、うんうんうん、アペリティフ棚だよね、どう見てもね、うん、これもまたなんか買おうとは思わないけど綺麗だよね、こういう細工の。綺麗じゃないと入らないからね、うん、なんかちょっとこの金色の使い方が素敵、うんうん、
っていう感じですね。でこっちはだからなんかよくわかんない玄関っていうスタイルなのか、ここで靴を履く的なこと。そうでここにもまた戸棚があり、あとねこの粒すごい素敵だなと思って。あそうね、うん、ブルーがすごい綺麗で、なんかこう一個一個がポイポイって普通にあるんだけど素敵なものがすごいあるんですよ。うん。だってこれだってさ、ほら、うん、この見たことのあるこのメッシュ。あ、そうね。うん。これも完全にアンティークな戸棚でしょ。うん、戸棚？棚？うん。これなんだろうね。何の棚なんだろう、不思議な。靴？靴なのかな。靴棚？じゃあ、だってポジション的に。うん。わかんないけど素敵だよね。うん、素敵。でね、ここにね、こっそりトイレがあるの。あ、そうなの？知らなかった。私いつも使ってた。え、嘘。ほら素敵でしょ、窓もあって。素敵なトイレ、うん、この貝のミラーもすごい、ほらなんか貝が全面に貼っ付けられてる、かわいいでしょ、うん、でもここはなんかクラシックというこのこの組み合わせのすごさよっていう、うん、でこういう棚ってこういうところに使うんだなと思って、よく売ってるじゃん、うん、そうですよね、プロカントで、ほら便利そうでいいねと思って、うん、なんかフランスの家具とかの正しい使い方が見えていいね、うん、これ多分正しい使い方なんじゃないですか、ね、そうでね、ほら外はね何にもないからね、うん、ここにずっといても別にたまにママ子いないなって思う時ここにいたのね、もしかしたら。そうかしら。はい、はい、トイレまで紹介しました。じゃあ上に行きましょう。でこっちがですね、ここは全部で3寝室あって、ここは多分子供用なのかな、うん、っていう寝室です。シングルベッドが2個あります。でここは現状2さんの仕事場になっております。見てください、このアンティークに全くそぐわないこの一脚、パソコン、カメラなどありますね。こんぐらいちっちゃい机だとなんか圧迫感がなくていいわね、うん、かわいくないこれ。そういや、すごい使いやすいしね。あ、そう、うん、座り心地もいいよ。あ、そうなんだ、うん、へー。で、ここの部屋はほら壁はさ、ちょっとこんなお花プリントなのね、これもかわいいよね、こういう感じで。ここはだから最大6人ぐらい泊まれるのね、うん、なのでここにまず2人で、次の部屋がこちら、また2つベッドがあります。こっちの方がちょっとだけ広いな、うん、でここはですね、まあ白いタンスがあったり、あ、蝶が好きなのかしら、壁も蝶だけど、ここにも蝶標本、うん、こっちもちょっと怖い雲付きのやつ。そうね、なんかここにね、日本語書いたの、オナシアゲハ、これ日本のものなのかしら。いや、そうなんじゃない、さすがにだってこれねえ、フランス人が書かないでしょ、これ。そうだね。っていう、そんな感じでした。はい、じゃあ次でね、ここはさ、廊下はほら、クリーム色なの、壁が、うんうん、こうやっていろんな色で塗ってあるっていうのがまた面白いし、素敵だなと思って。でここにはね、シャワー室があります、はい、ここはちょっと明るい壁の色、ベージュピンクみたいなね、で鏡があって、まあ普通に洗面台があって、シャワー室でもシャワーちゃんとこうレインシャワーもついてる。でこれがシャワーだけの部屋で、でこっちがですね、主寝室になります。あ、トラちゃんがいる、トラちゃんが寝ている、主寝室に寝ているのはトラちゃんです。皆さんこんにちはって、という感じでですね、ここはブルーにまとめられていて可愛いね、ここもね、うん、まあベッドがこう普通にあって、うん、このね絵がすごい可愛くていいなと思ったんだけれど、うん、なんかすごい繊細な、なんか切り絵なのこれ。あ、切り絵か、これ、うん、すごくない？だってこれなんてものすっごい細かいんだよ、ほら。本当だ、うん、好きそう、うん、素敵じゃない、うん、これが5つも飾ってあるの、
素敵ね、うん、こういうものをちょいちょいと飾ってあるのが素敵なんだよね。でここにはまた大理石トップの戸棚があって、でここになんかものすごく古そうな鏡の台もある、うん、で今回私が持ってきたジュエリーっていうかアクセサリーはこんだけ、すごい最小限、指輪とネックレス2個以上いつも使ってるやつね。そう、ただそれだけ。なんかいろいろ持ってきても結局使わないから、いつも使ってるものだけって感じかしらね。で普通のバッグも持ってきてるけど、車移動なのでこういうトートとかがあるとお買い物とかに去っていくのに便利です。これは以前買ったやつね、うん。であとお買い物といえば、お買い物バッグ有料なのでエコバッグを持ってくるのも大事。これは中が冷え冷えなるやつね、も持ってきました。でここにメインバスルームがあります。ここはお風呂があります。このお風呂もなんか写真で見たとき素敵だなと思ったの。この色のタイルの使いとこ、あとこの下のレンガの感じといい。で窓もあってね、窓の外を見ながらお風呂に入れるという素晴らしい作りで、この辺は持ってきた化粧品であります。これはですね、カッチで買ったやつ。いつもエッセンシャルオイル持ってくるんだけど忘れちゃったから、これはラベンダーで、これはマッサージオイルで、今回はまあいつものクレドポーナー基礎化粧品と、あと私の好きな AHA ピーリング好きなので、最近使っててちっちゃいからこれも持ってきた。あと日焼け止めは必ずなので ST のこれ、最近はこのファンデーション使っている、スックのリクイドファンデーション、うん、スックのファンデーションは優秀だから良い。でこれはクリストフ・ロバンの洗い流さないトリートメント。で今回はジョー・マローンのレッドローズというバラの香りの香水を持ってきました。でこちらにございますのがスーさんのシャネル。スーさんはシャネラーアンテウスを使っています。でここはハンガーをかけられるから2人分スーさんのものも入っているけど、なんか旅先でアイロンかけるのはめんどくさいから、こういうシワ加工ワンピースみたいなのとか、シワ加工ブラウスとか、こういうものを好んで持ってきます。これは前の動画でも紹介したやつね。でこっちはモノプリで買ったっていうね、これを着ていくと必ず褒められるんだけど、うん、すごい色が素敵ねとか言って、うんうん、これを気に入っております。でこっちがですね、うん、私のものの棚で、なんか夏だから、うん、基本はそんなにあれだけど、夜とかあと朝とか寒いでしょフランスは、うん、だからこういうコットンなんだけど、だから洗える、うん、羽織物っていうかストールはあると便利だから必ず持ってくる。でこれ花柄がね、かわいい。うん、素敵。あ、なんかうーんって言ってるよ。トラちゃんがね、トラもやりたいのこれ。はい、ほーら、わんわんってで。同じようにこういうモノプリの朝のワンピースとかもね、うん、こう朝だから気持ちがいいし、なんとなくこういいでしょ。うん、やっぱりでもさっきも言ったけど、朝とか普通に10度台とかだったりするから、羽織物も必須で、これはねユニクロで買ったんだけど、このドライスウェットってやつだからね、シワにならないの全然。もうこれすごい便利、うん、まあそんなんですかね。はーい、じゃあ外に行ってみましょうか。はい、お願いします。はい、はい、広いです。あそこからずーと全部この敷地であります。でお花とかもちょいちょい植えられてて、でここに大バーベキュー大会
の会場があります。ババーン。でも私とツーさんはぼっち食としてこことここで食べてる。でこの素敵なウェーバーだっけっていうガスのバーベキューっていうのがあって、でこちらにはこの気持ちのいいソファーがあるので、ここにのんびりすることもできます。こうやって、はい、ということですね。でこの横にはですね、自転車がある、トラクターも乗れる、あとピンポン台もある、猫車もあるという感じで何でもあります。でここにはもうちょっと枯れかけてるけど、バラ園もある。バラー、それとかはまだ綺麗だよ。では反対の裏庭に行きましょう。あそこにもベンチあるんだよ。うん、知ってる。もう使ってないね。使ってない。でここにお花もまたある。ほら、いろいろ可愛くしている。この小屋は井戸なんでしょ。そう、もともと井戸だったんだけど危ないから小屋を建てたらしい。入れるの。うん、わかんないけど、もう今どに。あ、ほんとだ、井戸だ。うん、すごいね。うん、うーん、確かに危ない。うん、でそれからこっちはね、池がある。なんか真緑になってる。そうなの。今なんか藻が生えちゃって、藻、うん、が生えちゃってるから、すごい、うん、抹茶アイスみたいなことになってる。でもさ、こんなになってても別に虫がとか蚊がいないよね。うん、全然蚊がいないよね。うん、すごい楽。うん、でこのデイベッドみたいなのが私のお気に入り。これ、うん、これはすごい気持ちいいよね、うん、これで寝てると。こういう感じ。鳥の声が聞こえますね。はい、じゃあそんな感じでありました。ではまた、ごきげんよう。